コスチュームカフェは、コスチュームカフェ実行委員会が主催する、制服系同人誌即売会。通称をコスカ、またはコスカフェと呼称する。実在、オリジナルゲームアニメ、小説などの制服であれば作品ジャンルを問わない、かわいい制服文化を楽しむイベントである。当初は、男性の代表と女性の主催の二人で運営を行っていたが、女性主催が2006年頃引退。 現在男性の代表一人で運営を行っている。開催初期は、ウェイトレスや、巫女、メイド、学校制服などを扱うことが多かったが、その後こうしたジャンルに当てはまるゲームやアニメーションが増えた。コスチュームカフェ内における内部企画の制服喫茶の前身は、主催者が以前に即売会で行っていたコスプレスタッフによる麦茶提供サービス。そのさらに、前が、 同主催がスタッフ参加していたダンパでの参加者への薄い麦茶提供サービスである。記念開催イベントとしてセーラー服オンリー導入し、即売会の開催や京都で2度行われた関西店の開催を行った。夜のコスチュームカフェでは新宿のクラブで行われ夜間の開催を行っている。また、通常開催での飲酒は禁酒であるが過去開催された初萌えコスカ2006。 夜のコスチュームカフェにおいて種類の飲酒可能なイベントも行われた。記念開催通常開催次回開催など派生イベントとしてメイド系ジャンル限定の帝国メイドクラブがある。ありがとうございます。